嬉しいです。お疲れ様、ありがとうございます。はい、ちょっと待ってね、よいしょ。はい、ね、ほんと無事に終わりまして、そう、ありがとうございます。見てくださった方、ちょっと口の色はなさすぎなのでちょっとリップ塗ります。ちょっと口の色が本当にないので、一応塗る。でもそう、前髪ね、なんかそのここだけね、妙に変に跳ねちゃうからさ、ちょっとそれはちょっと恥ずかしいんですけど。はい、ということで、そうだな、まあね、さっきも言った通りね、昨日で舞台が終わって、そう、まあでも本当にね、皆さん見てくださってありがとうございました。今日はね、ちょっと舞台のお話をしていこうと思うんですけど、目薬入れます。さっきね、間違えて別の目薬を入れちゃったんですよ。まあ、すぐね、出したんですけど、目薬を入れました。はい、ということで、まあ舞台がね、終わったということで、多分今配信見てくださった方でも多分舞台を見たよっていう方は結構いらっしゃると思うんですけど、目薬さすのに時間置かないと。あ、うん、時間置いたよ。そう、もちろん置きました。置いたので、ちょっと今のね、今配信中にね、さしたんですけど、そう、まあそうですね、舞台何の話しようかな、何の話すればいいんだろう、全然わかんないや。何の話しようかな、なんか何の話が聞きたいとかありますか、逆にちょっとなんかね、何から話せばいいんだろうってなっちゃってさ、そう、感想、まあ、とりあえず初舞台の感想っていうことで、そう、なんかやっぱりそのチームメイトで活動してる間には1回ぐらい、1回なんか舞台をに出演させていただけたらと思っていたので、そう、なんか今回ね、そう、かなって、そう、それがめちゃめちゃ嬉しかったです。まずは、まあ、でもやっぱりその初舞台ってっていうことで、まあ舞台の稽古とかも初めてだったんですけど、そう、なんだろうね、やっぱりなんか稽古ってこういう風に進めるんだなっていうのをすごく思って、
そう、なんかなんて言うんだろうね、そう、なんだろう、でもなんか結構いろんなメンバーの舞台見、あ違う、演技見たりとか、それでまああの、それでまあ丸尾さんがもっとこういう風にしたらみたいなのとかも聞いて、まあもちろんアドバイス自体は別のメンバーにしてるけど、でもなんだろう、こっちも聞いて、あそういう風にすればいいんだとかね、なんかいろいろね勉強になったっていうこともたくさんありました。それでね、なんか大変だったところはっていうのが来たんですけど、まず一つはやっぱ着替えがめっちゃ大変だったなっていうのはあって、まあ、一応その衣装さんがねすごい着替えやすいようなあの衣装にしてくださったんですけど、あのまあ私今回アンサンブルであの百鬼夜行のメンバーとまあクラスメイト、まあ、いわゆる平民ですの二役をやったんですけど、その百鬼夜行からあの、まあ、制服に着替えるっていうのが早着替えだったんですよ。本当に1分ぐらいのやつで、まあでも割とね余裕持っては着替えられたんですけど、やっぱ最初はねなんか大変だな、それがちょっと大変だなっていうふうにはね思いました。すごくくしゃみでそう。出ました。そう、あとはやっぱ縦のシーンもめちゃめちゃ大変だなって思って、そのなんて言うんだろう、なんて言うんでしょうね、なんだろう、何言おうとしたっけ縦はね、そうめっちゃやっぱ難しいっていうのがあって、そのやっぱりそのまあ縦ってね一応その相手と息を合わせるじゃないけど、やっぱりそういうのが大事だから、そうやっぱりあと周りを気にしないといけないっていうのが一番大変だったなっていうふうに思って、そう、うん、やっぱりその周りを見るっていうのが割と大変だったかなとは思ったんですけど、そう、あとなんだろう、でもやっぱりその人をな、まあ私は鉄パイプで結構殴ったっていうか盾をやったんですけど、その盾をやるときになんかその相手を殴るっていう行為までにどれだけ気持ちを持っていけるかじゃないんですけど、それがめっちゃ難しかったなって思って、そう、まあ、盾はねなんか今回すごい完璧でしたっていうのは全くないんですよ、まだまだ、そう本当に素人なので正直言うと、あったんですけど、そう、縦は難しかったなって思いましたね。そう。あ、でもそう、役になりきるっていうところでもね難しかった。やっぱりさ、そのアンサンブルっていうのもあって。やっぱりその自分が演じる、ごめんねちょっと前髪ばっかり出て申し訳ない、自分が演じるキャラクター自体にはまあその脚本というかキャラ設定はなされてないわけだから、まあ自分でね好きにキャラクター設定をすることはできるけれども、やっぱり
どこまでやるかじゃないけどさ、どういう風なキャラクターを演じようかじゃないですけど、それはちょっと考えるの難しかったかなって思いますね。そう、まあでもね、楽しかったです、すごく。あとは難しいなって思ったのはダンスパートなんですけど、そのダンスパートがパフォーマンスにじゃないけど、あくまでも演技をしてるじゃないですけど、そう、なんかなんていうんだろう、そのダンスも演技の一部だとして、ダンスはダンスで演技は演技っていう風に考えずにっていうのがめっちゃ難しくて、多分それを本番ではできなかったと思うんですけど、そう、気持ちが上回るようにじゃないけど、それもめちゃめちゃ大変だったなって思いました。舞台はそれで毎日の稽古で気をつけていたところってある。まずは体調を崩さないじゃないけど、それは本当に気をつけようと思って、うん、ちゃんと寝ました。そう、いつものダンスとは違うもんね。まあそっか、まあそういう意味ではないんだけどね、もちろん。そう、まあそういう意味ではないか、なんか普段のそのパフォーマンス、すごい歌って踊るだけじゃなくて、その気持ちを乗せることで、なんて言うんだろうな、演技を乗せたダンスじゃないけど、難しいけど、そう、なんかそう、ダンスっぽくならないようにじゃないけどっていうのを、もう難しかったです、すごく。そう、うん、まあなんかね、結構今回のダンスは私にとっては割と馴染みのあるじゃないけど、割と今までにもそのやったことあるダンスだったっていうのもあるからこそ、そのダンスにならないようにじゃないですけど、それはね、難しかったなぁとは思いました。そう、そこもあえて演技の一部だっていうことを忘れずに、そう、ダンスはダンスにならないようにっていうのをが難しかったです、すごく。そう、どうすればなんかそういうふう、どうすればその気持ちを乗せることができるかじゃないけど、そういう踊りができるようになるんだろうってめっちゃ考えました。うん、あとはやっぱ舞台っていうのを意識するのはめっちゃ難しいなって思って、やっぱ思った以上にやっぱりその遠くの人まで分かるように動くっていうのがめっちゃ難しいなっていうふうに思って、動きを大きくしたりといけなかったりとか、客席をすごい意識するっていうのはめっちゃ難しかったなって思いました。それもね、本番であんまりできたとはちょっと思えなかったんですけど、そう、
やっぱりその自分でやってるつもりでも結局相手に伝わらないと全く意味がないから、そう、それは本当に、うん。舞台から客席よく見えた？いやもう全然見えませんでした。もうライトが、いや見えたけどね、ライトが当たりすぎてお客さんの顔までとかは全く、でもあんまりそのお客さんの顔自体は、まあ、お客さんの表情とかはあんまり気にはしなかった。もちろんその客席3階までとかは気にはしたんだけど、そのお客さんの顔までとか表情までとか見たりとかはしなかったですね。そう、あとなんだろう、セリフっぽくならないようにじゃないけど、なんかまあもちろんセリフではあるけど、気持ちを乗せる、なんか前な気持ちを乗せることが一番大事なんだなっていうふうに思って、ここはこういう言い方にしようっていうのはもちろんあっても、そのやっぱ気持ちが乗ってないと意味がないっていうふうに言われて確かにと思ったので、言い方が大事だとは思ってたんですけど、なんて言うんだろう、もちろん言い方もあるけど、それがどういう言い方なのか、どういう気持ちを持っての言い方なのかっていうのを考えなくちゃいけないと思って、そうだから毎回同じような言い方じゃなくてもいいよって言われて、あそうなんだって、やっぱその気持ちが一番大事なんだなって思った。当たり前のことではもちろんあるんですけどね、そうっていうのも大変だったなって思いましたね。そう、でもやっぱりあとはセリフがない部分が一番大変だなって思って、やっぱりそこって何を思ってるかってやっぱ自分で考えなくちゃいけない。セリフがない分、そこが多分それは人それぞれによって考え方とか気持ちが違ってくるから、なんかここでは自分はどういうふうに思ってるんだろうとか、普段もう私だったら普段こういう時は誰のお話を聞いてるんだろうとか、誰を見てるんだろうとか、そういうのもめっちゃ難しかったなって思った。特に鬼のシーンで、あのなるちゃんと、なるちゃんというかヤシャがすごいリリーに対して自分の思いをぶちまけるところで、その自分は何を考えてるのとか、こういう時って誰を見るんだろう自分は、じゃないけど、そう、なんかそういうのは難しかった。まあ、それもね、その最後まで できなかったものではあるんですけど、そう。って思いました。まあでもね、そう考えても分かんなかった部分いっぱいあったんですけどね。そう。そうですね、またできればね舞台やらせていただきたいなと思っていて、今度はその役なんだろう、今回アンサンブルはまあいろんな役をやるっていうことだったんですけど、今度はその一つの役にどれだけ打ち込めるかっていうのができたらいいなっていうふうに思いましたね。すごく、そう、自分がどこまでできるかっていうのはめちゃめちゃ気になるなっていうふうに思いました、うん、
はい、というわけでじゃあ今日はちょっとここら辺でちょっと早いんですけどね、終わりにしたいと思います。明日からまたねゆっくり配信できたらいいなっていうふうに思います。じゃあランキングを読んでいくよ。13位からどうだ。13位、13位飯田ひろゆきさん、12位アーティーさん、11位七万さん、10位タクトさん、9位カラスのカーコさん、8位夏目さん、7位モノサルさん、6位アルレッキーナさん、5位片栗小十郎さん、4位 TKHKG さん、3位のみつさん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、というわけでね、今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさい。またね、ありがとうございました。またねー。